実現と皆様に新しい政策をお訴えしています。まず消費税をゼロにしますと繰り返し皆様にお訴えしています。消費税をゼロにします。つまり 5% の値引きをします。今皆さん民間企業皆さん見てください。民間企業で過去最高収益を上げている会社、皆様よくご存知の会社です。マクドナルド、ユニクロ、ニトリさん、ビッグカメラさん等々、過去最高収益を上げている会社は全てディスカウント企業です。彼らディスカウント企業は血のにじむような企業努力をしてコストカットして、コストダウンをして、そしてお客様に安い商品を提供し、そして過去最高収益を上げているんです。だから皆さん、日本の国も同じなんです。国の経営も同じなんです。今必要なことは徹底的な無駄の排除、徹底的な企業努力、すなわち行政サービスの向上、血のにじむような努力をしていただいて、そして初めて国民の皆様の前にものを言えると思うんです。そしてもう一つ付け加えて言うなら、血のにじむような努力、そしてなおかつディスカウントなんです。民間企業と同じ理屈なんです。つまり税金を減税するということです。税金のディスカウントが必要なんです。民間と一緒です。国も民間と一緒なんです。ですから国ももし税収が欲しかったら、税収を上げたかったら、財源を大きくしたかったら、実は民間企業と同じなんです。ディスカウントなんです。大減税しかないんです。皆さん、財源と言いますけども、財源というのは実は皆さん、ほとんどが企業の売上から来るんです。企業の売上から来るんです。だから財源を大きくしたいと思ったら、消費税を上げてそれを財源化しようなどという魂胆は全く間違ってるんです。企業の売上を上げるためには消費税を上げるということは逆なんです。企業の売上にとってブレーキとなっている消費税を安くする、つまり幸福実現党が皆様にお訴えしている通り、消費税をゼロにするんです。そして 5% ディスカウントするんです。そして国民の皆様の財布の紐を緩めていただくんです。そして消費景気を回復させて、そして初めて景気が回復し、企業の売上がアップするんです。そうしますと初めて税収が増えることになるんです。国民の皆様の経済活動、消費活動も活発化して、そして国も税金として潤ってくるんです。だから皆さん、今必要なことは大減税なんです。そしてそれは具体的には消費税をゼロにするという、私たち幸福実現党が皆様にお訴えしている消費税をゼロにするということ、これが今急いでやらなければならないことなんです。これは皆さん、1980年代アメリカのレーガン政権下において行われた政策、大減税により景気を回復させる、それ今やらなければならない。日本でも同じことやらなければならないんです。大減税によって景気を回復させなければなりません。今国がやろうとしていること、これ本当に間違ってます。今国がやろうとしていることは、皆さん、例えばスーパーマーケットで売上が 10% 減ったから 10% 値上げさせてくださいと、こういうことを言っているのと同じなんです。財源がないから増税させてくれという理屈は、スーパーマーケットの売上が 10% 減っちゃったから 10% 値上げさせてくれと、そういうことを今国は言ってるんです。皆さん、そんなスーパーマーケットあったら誰も行きません。そんなスーパーマーケットはきっとすぐに潰れちゃいます。
だから皆さん、日本の国900兆円という大赤字を抱えているんです。経営が下手くそなんです。経営が下手くそなんです。今必要なことは、とにもかくにもまず大減税により、国民の皆様の税負担を減らして、そして財布の紐を緩めていただいて、消費景気を回復させる、そして景気を回復させ、それが日本の国の税収も潤ってくるということなのでございます。幸福実現党、この岐阜5区の小選挙区で唯一大減税路線、大減税路線という政党、そういう選択肢、皆様にお届けしています。皆様、実は自民党は大増税路線もとより、民主党もあのばらまきのオンパレードの政策はやがて国民の皆様に大増税として跳ね返ってきます。民主党も実は大増税路線の政党なんです。自民党、民主党ともに大増税路線の政党でございます。幸福実現党、この小選挙区で皆様に唯一の大減税路線という選択肢、大減税路線の政党という選択肢をお届けしています。どうか皆様、幸福実現党を知っていただきたいと思います。幸福実現党の政策をどうか知っていただきたいと思います。皆様にとってはまだ海のものとも山のものともわからない、そう思いますが、どうか私どもがこの小選挙区においても皆様にお届けしている新しい政策を知ってください。そして5000円いただけましたら大変嬉しく思います。どうかよろしくお願い申し上げます。幸福実現党、まだ新しい政党ではございますが、勇気を持って立ち上がり、この小選挙区においても皆様に新しい選択肢をお届けしています。どうかよろしくお願い申し上げます。